皆さんこんばんは、MK です。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやらここは捕まると一生ただ働きさせられてしまう恐怖の牧場みたいです。 MK さんはただ働きしたくありませんので、なんとかここから脱出していきましょう。牧場って言いながらなんか動物が一匹もいないのがちょっと気になるなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おっと、誰かいますね。こんにちは。怒った農夫を見た。あ、やっぱりちょっと怖い牧場みたいですね。逃げないと。よし、じゃあ逃げていきましょう。行こうということで、怒った農夫ってこの人、 Where those kids? あ、子供を探してるみたいです。やっぱりただ働きさせるつもりなんでしょうね。よし、じゃあこの農夫から逃げていきましょう。これは小麦かちょっと小麦だと言われれば小麦な気もするけど、ちょっと雑な気もするなということで、まあまあそれはいいとして、もうそんなこと言ってるうちに農夫が来るかもしれませんからね。この水たまりもジャンプで飛び越えていく。で、今度は、はい、ここなんでしょうか。この芝生はトゲトゲです。わー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 。まあ当たるなってことなんでしょうね。はい、じゃあ芝生のトゲトゲに当たらないようにジャンプしていきましょう。あんまりステージ自体は難しくないって感じかな。そして今度はまたあったね。はい、あ、さっきの人、途中に壁があります。登ろう。あ、なるほど、ここの壁か。はい、じゃあジャンプして登っ、ん?ジャンプ、あ、待って、違う、あ、こっちかちょっと全然勘違いしてしまいましたが、こっちの赤いレンガの壁を登るのが正解みたいですね。農夫全然来なくない？もう大丈夫じゃない？この辺りまで逃げれば。で、今度は、あー、違う、違う？トンネルに入らなければ、何が違うの？すごいびっくりした顔してるけど。何が違うの？いきなり違うって言われても全然わかりませんが、こんにちは。トンネルの中か。道路には気をつけて。はい。あ、この周りの障害物に当たるなということなんでしょうか。車でかくない私の身長がこれぐらいだとしたらめちゃくちゃでかいんだけど、この車。身長の3倍だから、まあだいたい5メーター近くあるってことそんなことあるかな。車、トンネルとかまさに通れなそうですけどね。はい、そしたら矢印の通りに進んでいきまして、お、もうトンネルから脱出か。そしたら今度は、人参が毒されました。あ、本当だ、なんか変なエキスみたいなの出てる。どういうこと一生ただ働きさせられる恐怖の牧場って聞いてるんだけど、これじゃあなんかただ働きとか以前に野菜うまく作れてないじゃん。うわ、ちょっとひどい状況ですね。そして今更だけどさ、牧場じゃなくて農場か待って、牧場と農場って MK さんの解釈では、牧場は動物がいるところで、農場は野菜とかが育ってるところってイメージなんだけど、どう？違う？牧場って一括りか？ん？ちょっと日本語が MK さん曖昧なんですけど、詳しい方いたら教えてください。ソファーですか？これは。もう牧場も農場も関係なくなってきてるよ、だんだん。さっきのトンネルからちょっと怪しいとは思ってたけど、ソファーの上飛び越えてるんですけど、もう牧場関係ないよね、そうなってくると。そしたら今度、おーっと曲がり角行きました。あ！豚がいる。やっと牧場っぽくなってきましたね。泥が粘着性がある。あ、これ泥なんだ。豚に飛び乗れ。そして MK さんがずっと同じところで走ってる。若干ね、おかしくなってしまいましたが、豚に飛び乗れと。 OK、 わかりました。あ、一匹倒れてるけど大丈夫この豚泥にちょっと飲まれてしまったんでしょうか。豚リアルだな。なんか今まですごいデフォルメの世界だったからさ、こんなリアルな豚出てきたらびっくりしちゃうよね、もうちょっと可愛い豚が良かったな。はい、で今度は、お、キャベツじゃない。はい、キャベツの上ジャンプしていきましょう。これキャベツの農場だとしたら泥まみれで大変だな。これ元気なうちに収穫した方がいいんじゃない。農夫の人農夫の人全然追いかけてこないし、本当に私のこと探してる。はい、で、あ、豚がいる。なんか話せるのか。あれ、なんか話せるマークみたいなのついてるんだけど話せないなんだ、おー、豚と話できるのかと思ってちょっとあれだったんですけども、うん、話せないみたいです。今度は、お、フキノトウ的な感じ違うMK さんのちょっと乏しい知識ではわからないんですけども、フキノトウと、あと人参でかさっきは毒にまみれた人参だったけど、この人参は立派に育ってるね。あー、で、
当たってませんけどもうわもう今回ノーミスで行こうと思ったのに今当たったか。これ範囲広くない？ほら当たってないのに当たったっていうやつだこれ三角のところのさ当たり判定がおかしいんだよ。この辺りでも当たった、あ、ここ当たってないのか、この辺りでも、あー当たったって言うんでしょもうこれは近づかないようにしましょうね。はい、じゃあ吹きの塔地帯も抜けて、人参もちょっと広めに間隔取って抜けていく。オッケー。なんかこのレーザーポインターみたいなのも思いっきり世界観と外れてるけど大丈夫恐怖の農場だろうが恐怖の牧場だろうがレーザーポインターはおかしくないか。はい、そしたら今度は家を抜けろ。お、家の中に入るみたいですね。わかりました。そこで豚寝てるねズーズーズーと Z マークが出ておりますけども、これ登れたりしない？なんか豚、あー無理か無理だったんで、おとなしくお家の中入っていきます。え、何何何、なんもない部屋は怖いよ。何？なんかあるんでしょ？え？なんもないの？静かに。はい。ここは農夫の家だ。じゃあ中入りたくないんだけど。なんで農夫の家わざわざ入るの？はい、中に、わー、なんか、液漏れしてるって。ほら、緑色の怪しい液体が地面に漏れ出てるよ。家の中でこんな漏れちゃっていいの？はい、で、中間ポイント取りまして、目に悪い緑。ちょっと皆さん、薄めて見てってくださいね。今の緑、間近で見ると目に悪い。あ、この青も目に悪いな。はい、ソファーからのテレビ。で、絵画、ベッド。で、これはランプ。もう牧場も農場も関係ないよ。おーっと、あ、これいきなり関係ある。どうやってここに来たんだ？え？うわ！え？どういうこと？なんか、逆走できない。嘘！さっきまで農夫の家にいたんだけど、トンネルを抜けたみたいです。よくわかんないし、こっち側はいけないと。そしてまたリアルな鶏だな。リアルな豚とリアルな鶏と、なんか、あれだね、農作物はデフォルメで描くのに、動物たちはリアルなんだね。ちょっとそのあたりのあれはわかりませんが、はい、スコップでかいね、ジャンプで飛び越えていきまして、うわ、今度は羊がいるよ。ヤギ？羊？羊が道を塞いでいます。あ、こっち側行けってことね。羊もまたリアルだな。あ、また農夫がいる。あ、あと、あ、これなるほど。外に出ちゃダメ。今中間ポイント。あれ？今中間ポイント機能してなくなかったか？この外側に出たらアウト判定みたいですので、出ないように走っていきましょう。わざわざ矢印を持っていただいてありがとうございます。はい、羊の群れを抜けまして、わーっと強制スクロールがいきなり始まる。書いといてよ、強制スクロールって。はい、で、今度は、農夫が巨大な植物を育てた。わ、ほんとだ。巨大なカボチャ、リンゴ。いや、すごいけどね、でかいの育てられるのは。ね、ほら、人参も、さっきよりもぶっといね。はい、で、カボチャ、人参、バナナ。バナナはちょっと日本じゃ育たないと思うけど。バナナって日本で育つ。パイナップル。パイナップルも日本じゃ厳しくないか？どうなんでしょう？詳しくはわかんないけど、そして当たっちゃいけなかったんだ。当たってもいいものだと思ってました。あれ？こっちか。あれ？うん？こっちだよね。逆走。いや、こっちだよな。ああ、こっちが正解っぽいね。はい、パイナップル、玉ねぎ、かぼちゃ、リンゴ、そして巨大なスコップを避けていきまして、今度は、早く中に入れ！ヘリコプター？もう全然世界観は、ワープした。え？なになに？戻っちゃった。あ、ここ何回も行き来できるんだ。ほら、あそこの、パネルに触れば、おお、まあ、そんなのはいいとして、あれ？あ、びっくりした。ワープで、あらワープできなくなっちゃったと思って焦った。あ、もうこっからかい。焦ったらちょっと変なところに落ちてしまいましたが、いきなり今大都会みたいなところに出なかったか？今度こそ牧場関係ないよ。うわ、牧場関係ねえ。まあ、ロブロックスってそんなもんか。まあ、脱出したってことなのかな。もうちょっとステージは続くみたいですが、うわ、撃たれてるよ、銃で。なんで？私悪いことしてないよ。
ただ働きさせられるっていうから農夫から逃げてきただけなんですけど、なんでレーザーポインターみたいなので撃たれてるんでしょうか。はい、じゃあこれも綺麗に避けていきまして、あそこでゴールっぽくないか。よーし、じゃあ最後飛び越えてゴールオッケー。やったプレイしてくれてありがとうと。よーし、オッケー。とりあえずこれで恐怖のただ働き牧場からは脱出することができました。なんか道中あんまり牧場関係なかったけど、いかがでしたでしょうか。面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。何だったんでしょうか。